こんにちは。今日はマクドナルドとすき家の新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにすき家タコライスを食べます。こちらの商品は6月6日昨日から販売されていて、たっぷりのトマトとゴロッとしたひき肉、3種類の豆を使用したソースは食べ応えがあり、シャキシャキのレタスや濃厚なチーズとよく絡めてお召し上がりください。だそうです。でね、タバスコもついてきます。これ並サイズなんだけどさ、結構ボリュームもあるよね。具材もね、たっぷり入ってます。ではしっかり絡めて、おいしすぎる。うわ、結構豆の存在感も大きい。いや、おいしいね。まずね、ひき肉が本当にゴロゴロ入ってて、ひき肉の旨味、トマトの酸味、そしてメキシカンな味わいとピリッとした辛さが、なんともね、食欲増加させますね。この辛さはたっぷりの胡椒から来てるのかな。でもね、チーズもたっぷり乗ってるので、ちょうどいいバランスです。うまー。でね、レタスと豆の食感もいいし、このね、甘み、辛み、酸味のバランスが最高です。ではちょっとタバスコをかけて食べます。うんまぁ。さらにね、酸味と辛さが加わって、よりすっきり食べれるし、もっともっとって食べたくなっちゃう。マジで美味しい。レタスがめっちゃ新鮮なのもいいね。うますぎ。次はマクドナルド、マックシェイク、北海道夕張メロンを飲みます。マックシェイク北海道夕張メロンは、夕張メロンの芳醇の香りとジューシーな甘さが口いっぱい広がる、心も晴れる飲むひんやり晴れスイーツです。あ、メロンのいい香りがする。果汁 1% の力見せてくれよ。おいしい。めっちゃメロンの味濃厚じゃん。で、口の中にもね、メロンのいい香りが広がって、ジューシーな甘みとミルクが重なり合って最高です。うわ、おいしい。やっぱりさ、メロンって甘いんだけど、後味爽やかだよね。でもまあしっかり甘いけどね。うわ、ごくごく飲めちゃう。これ美味しい。次はスパイシーチキンマックナゲットを食べます。箱の中はこんな感じです。でね、今回2種類のソースが出ていて、サワークリームレモンソースとガーリックハバネロソースが出てます。中はこんな感じです。唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンの旨味が後を引くスパイシーチキンマックナゲットが期間限定で今年も登場。もはやね、何もつけなくても美味しいからね。美味しい。そしてじわじわメラメラ辛い。安定のナゲットはね、表面カリサクッとしていて、中はね、ふっくら柔らかいです。そしてガーリックやオニオンの旨味が効いてて、本当に何もつけなくてもこのままで美味しい。ではサワークリームレモンソースで食べてみます。たっぷりつけて、おいしい。これ大好きなやつだ。めっちゃクリーミーでコクがあるんだけど、レモンの爽やかな酸味、ブワーって弾けます。オニオンの旨味も相まって、これは大ヒット。
このクリーミーなのにすっきりとしたソースがスパイシーチキンマックナゲットともまたよく合います。次はガーリックハバネロソースで食べます。もう見た目がね、辛いって物語ってるね。これもたっぷりつけて、うわ、この刺激的な辛さを求めてる方は絶対これ。うわ辛い。中でコクがあるけど、圧倒的にハバネロや唐辛子の辛さの刺激が強いですね。ハバネロ使ってるからね、爽やかな辛みプラス、あのハバネロの香りというか、このピーマンっぽい風味香りもします。このソースね、ガーリックプラス辛さだから病みつきになりますね。ビール飲みたくなる。最後、レモンチーズパイを食べます。中はこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。レモンチーズパイは爽やかなレモンと濃厚なチーズのクリームを詰めた酸味とコクのバランスが美味しい、心も晴れるあったか晴れスイーツです。では食べてみます。美味しい。でもこれ揚げたって死ぬほど熱いから注意です。まずね、レモンピューレ入りのレモンソースはとろっとしていて、レモンの爽やかな酸味と甘さが広がって、ほんととっても濃厚なレモンジャムを食べてるみたい。そこにね、舌触り滑らかなコクのあるクリームチーズ。これはね、これからの季節ぴったり。ほんとね、このレモンソース、レモンのね、皮の部分というか、レモンそのまんまの風味を感じますね。熱々だけどソースに関してはトロポテネトって感じかな。トロトロシャバシャバって感じではないですね。ちょっと待って、もうほんと熱すぎて食べらんないからちょっとだけ冷まします。はい、いい感じに冷めたと思うのでまた食べます。パイもサクサクだ。クリームチーズとレモンが合わさると、レモン強めのレアチーズケーキ食べてるみたいな、そんな感じの味ですね。いや、今回のやばい、いつになったら冷めるんだ。これ本当に、ちょっとね、時間経ってもまだ激アツだから、食べるときマジで気をつけて。いや、これでも美味しい。ごちそうさまでした。マクドナルドとすき家の商品美味しかったです。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。日清人類みの麺類買い出し醤油ラーメンを食べます。これね、2021年に販売された商品で、つい最近ドラッグストアに行ったらあったんだよ。でもなんであんだよ。てか賞味期限大丈夫なのか。危な、6月26日までだから安かったんだ。でもね、これすごいタイプの味だったってことを覚えてるんだよね。うまい。
この鶏と豚の旨味プラス、これね、すっごい甘いんだよ。だけど、貝のこの渋みというか苦味がキュートアクセントになってて、めちゃくちゃ美味しいの。好き、このスープほんと好き。この旨味やらコクがめちゃくちゃ強いの。もちろんね、甘いのが得意じゃない方はダメだと思うけど、もしね、万が一してたら食べてみてほしい。麺はね、全粒粉入りで、平たいですね。うん、まー。このね、もっちりしっかりコシがあって、噛めば噛むほど美味しい麺です。いや、まさかね、また食べるなんて思ってなかったから、これ出会えた時超嬉しかった。美味しい。